はい、皆さんこんにちは、石野花鳳です。今回は石野花鳳の書道添削第2弾ということで、こちらの方の作品を添削していきます。この作品は実は古典臨書ですね。自由に書いたものというよりは、古典というお手本を元にしてそっくりに書こうという態度で書いたものというイメージです。この臨書、元になっている古典がこちらになります。愚星南という楷書の達人として有名な人物がいるんですよね。その人が書いた中でも特に評価の高い孔子廟堂碑という楷書の名品になります。高校の教科書にも載ってるほどとても有名な古典で、楷書の必修古典と言ってもいいくらいのものなんですね。なので、これから書道を学びたい方の楷書学習にとってももってこいなのはもちろんなんですけど、この古典をもとに筆使いを習得することによって、さらに楷書の学びを深められるというものになります。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。はい、ともこさん、ご投稿ありがとうございます。今回は愚星南の孔子廟堂碑を練習されているんですね。久しぶりに楷書を書いているんですが、一画一画確実に書けず、また筆先が出すぎるのが悩みです。一文字ずつのそれぞれ難しかった点はありますが、それよりもまずは孔子廟堂碑を始めたばかりなので、一文字ごとに神経質にならずに全体的に捉えていくところからして慣れていくレベルだろうと思いました、ということですね。よくわかりました。種目で添削させていただきますね。私の手元にも孔子廟堂碑のこの抜粋していただいた部分、印刷させていただきました。古典臨書ですからね、特徴とか、照らし合わせながら添削をしていきたいと思います。パッと見た感じ、本当によくまとまってるなと思いました。半紙にこのね、3文字、しかも画数多いですよね。縦の線も多いし、どうしても縦長になってしまいがちな文字なんですけど、うまくピタッと収めることができている。この点がまず本当に素晴らしい。実部感っていうんですかね、このサイズの決め方。あとはこの時間ですよね。字と字の間の余白のこと、時間って言いますけれども、こういったところもしっかりと、まあ指2本分ぐらいは確保できていってるような感じなんで、一字一字、一粒一粒が本当によく引き立っているなという印象を受けました。書道歴も15年だそうですね。歴の長さっていうのが線に現れてると思います。線はとっても張りがありますし、右払いや左払いなんか見ると本当に腕を大きく動かされていて、伸びやかな線になっているなと思いました。素晴らしい作品です。ご質問のあった、一画一画確実に書けず筆先が出すぎるのが悩みというところですよね。わかりますよ。私も本当に最初の頃はそれに悩んだ経験があります。こういうところですよね。本当にこういう感じで毛がピョンって出た感じになるってこと、ちょっと大げさめに表現してみるとこういうことですよね。この毛先感がピンピンして気になるよっていう、これ実はちょっとしたテクニックで治るんですよ。例えばこの菊の最初とかですよね。この第1画目の入筆の仕方って、実際に多分孔子廟堂碑こんな感じだと思うんですよ。愚星南の書き方はどちらかというと、なんとなくニュアンス伝わりましたか。今遠くの方からわざとらしく持ってきてみたんですけど、入筆の仕方としては、これ今めちゃくちゃ大げさですよ、わかりやすく書いてるんですけど、こうだと思うんですよ。方向的にはこういう感じで入筆する。多分とも子さんは普通の楷書のイメージ、こう斜め45度に起筆しますみたいな感じで、古典の臨書の前に多分もともと学んでらっしゃった楷書の古典があるのか、子供時代の習字経験によるものなのかとか、ちょっとわからないですけど、基本となる縦線の引き方が身につきすぎちゃってて、それが染み込んじゃっててつい出ちゃったっていう風に見えます。でもこの置き方って、ちょっと穂先の利く筆を使ったりとかするとすぐにピンピンしちゃうんですよね。なので孔子廟堂碑みたいな、こういう温雅な温かみを備えた穏やかな書風で書きたいなっていう場合には適さない筆法だったりもします。これほんと古典によって様々なので、孔子廟堂碑にフォーカスして今説明してますね。孔子廟堂碑の縦線引く場合には、こう置くとちょっと硬く出ちゃいますから、真上から落としたり左上からこう落としたりすると硬く出ちゃいますから、穂先目立っちゃいますから、私が最初にお伝えしたような
こういう角度から一回筆を落筆させてみてほしいんです。騙されたと思ってやってみてください。一瞬で多分解決すると思います。あれ本当だ、加宝先生言ってたみたいに、なんか右上からこう下ろすような気持ちで落筆させるだけで穂先のピンピン目立たなくなったな。出たとしてもなんかまろやかに出ちゃうみたいな穂先は確かに見えるんだけれども、ちゃんと格子平等比の温かみを備えた穂先の出方になる。この露法って言って穂先を隠すことなく入筆する方法でも全然いいと思うんですよ。この穂先見えること自体が悪いんじゃなくって、穂先が出ることによって硬く見える筆使いが気になってるってだけだと思うんで、まずはこの筆法を習得してみる。じゃあ次横線ですね。横も同じように穂先が出ることに悩んでらっしゃると思います。これも原理は全く一緒です。15年も書道歴があるということなので、その15年間の間に一生懸命学んだことがもう手に染みついちゃってるみたいな感じ。決して悪いことではないですよ。普通の楷書としてみたら全然平気なんですけれども、格子平等比の横画ですからね、音が出ないといけないわけですよね。なので、わかりましたか今の感じ。普通の横画の入筆はこうです。こんな感じで置いてるようにお見受けしました。だけれども格子平等比の横画は大概こんな感じ。わかりますかこの違いが。これは実は普通に真上から置くとか斜め上から落筆させる普通の楷書のイメージのものとは全然違って、今度は左下から持ってきてみてください。左下から持ってくる横画を一回書いてみるんです。穂先出ちゃってもいいですからね。その時あんまり穂先のこと気にせず、左下から試しにこう落筆させてみればいいんですよ。そうすると、あれなんか知らないけど格子平等比っぽい線出たんだけどみたいな、なんか知らないけど筆の線に丸みを感じるみたいな、そういうことなんですよ。ほんとちょっとしたことだと思いません？落筆させる方向ですよ。これ次第で線の趣がガラッと変わってくる。これが毛筆書道の面白いところじゃないですか。古典を学んで楽しいって感じるところってこういうところですよね。で、この格子平等比っていう古典がなぜ評価が高いのかっていうのを考えると、書の神様って言われてる書生と呼ばれる王羲之っていう人物がいるんですけど、その人の楷書の筆使いに激似なんですよ。この古典は特に近い。筆使い一緒っていうか似せて書いたんだと思うんですね。唐の大宗皇帝が王羲之愛してたので、それでなんかその時の書を書く人はみんな王羲之の書に似せて書いたっていう、そういう歴史があります。なのでそういうところも評価が高いポイントだし、もう誰が何と言おうと楷書古典としては揺るぎない位置にいるのがこの格子平等比なので、安心して学んでいただいて大丈夫ですよ。でそんなつもりで、まあ、いつもと違う感じで入筆のさせ方を工夫することで、あれなんか丸みの備わった門構えになったかもな、格子平等比らしい穏やかな雰囲気出たなっていうことにつながっていくと思います。預かるっていう字のこの収筆からこう来るって考えたら、右上からこう運ばれて縦線が入ることは自然なことだし、この縦線の収筆から見てもこう横画が左下から入筆されるっていうのはごくごく自然なことだと思いませんか？収筆から起筆まで気脈というものが発生するわけですので、筆脈が途絶えないように運筆していくということを考えると、超超超理にかなった基本的な筆法がここに詰まっているっていうことなんですよね。一文字ごとに神経質にならずに全体的に捉えているところからして慣れていくレベルだろう。その通りですよね。やっぱりまずは書いて書いて、何もわからない状態でまずは書いてみる、これがとても大事です。いきなり知識吸収しちゃって、あ、格子平等比ってこうやって書けばいいんだとか、最初から筆法を教わって書くよりは何もわからない状態で手をつけた方が実はめちゃくちゃいいです。なんだかわからないけどとにかく書いてみるっていうことによって、様々な疑問点が生まれてきて、疑問が生まれた状態で何か知識を吸収するとめっちゃ身につくんで、まず手探りでやってみるというのはすごく大事です。一文字一文字神経質になりすぎずに全体的に特徴を捉えるっていうのもすごく大事なんで、あ、自分が書いた書に比べると、あ、格子平等比って実際はもっと丸みがある感じがする、すごい穏やかな感じがするな、もっと辺と作り離れてる感じがするなって、こうやって比較してこっちの方向にもっと寄せていこうっていう風に改善に改善を重ねて上達していくものなので、もうそれはもう大賛成ですね。智子さんのやり方を続けていただければと思います。じゃあ、あとは私の方から気づくポイントっていうのを見つけていければなと思います。すでに丸ついてますけれども、さらにこう細かくいいところっていうのも一応解析していくと、こういうところの
密な要素、こう線と線が集まってギューッと求心的に描かれてるところと、この余白ですよね、余白を抱え込むようなところのこの粗密の対比、これがとても美しい。しかもそういうところちゃんと古典のお手本から捉えて臨書できてるところ、それが素晴らしいなと思いました。で、智子さんがおっしゃったように全体的に書を捉えるってすごく大事です。こうやって行を見た時にまず行幅の変化、これに注目してみてください。これです。字幅の変化によって行の幅が広くなったり狭くなったりしますよっていう、これですね。私はここに注目することによって楷書はスタイリッシュになると考えています。例えばこの聞くっていう字を見た時に、預かるっていう字と幅を同じにして臨書されましたね、今回。で、これも全然一字一字で捉えていくといいんですけれども、並べた時にがっつり並べた感が出ちゃう。なので流れが生じにくいわけです。なのでそこで必要になってくるのが行幅の変化ですね。文という字のこの門構え、実際にはこの程度狭くなってると思うんですけど、こうするとどういう効果が生まれるのかっていうと、前後の文字変えてないのに前っていう字のこの横隔がさっきより伸びやかに見えてきたりするんです。行幅の変化によって他の主要格を引き立てる効果っていうのが出てきますので、今できてる部分っていうのをさらに魅力的に見せることができるようになります。筆法とかよく捉えて書けてると思います。伸び伸びした線は特にできてます。それを見せるためにさらにこの行幅の変化に留意して、あ、口もうちょっとここ軽やかだったかもなとかっていうこと、ここあんまりこう外にコブ張り出してないなとかっていうのを見て、丸みを備える点接にしてみたりとかすることで、この余白がさらに強調されて伸びやかな線が引き立ったりとか、そういう効果が出てきてくれます。そんな私には字幅の変化とかそんなまだ見る技術ないですっておっしゃられる方も大勢いらっしゃるんですけど、試しに古典をこうやって薄目で見てみてください。こうやって遠くに置いてこうやって薄目で古典を見ると、今まで見えてなかった見え方するんですよ。パッチリ目開けて古典の観察しちゃうと、どうしても細かい部分に目が行きがちで、起筆の角度こうとか、それも見るのすごい大事なんですよ。でもそういうところの細かい部分に意識が行きがちなんですね。でもこうやって目をこう薄目にして見ると、ここになんか黒々したところが集まってるなとか、字幅の変化がよく見えるようになるんです。若いっていう字って意外と右っていうここのパーツ、右下にギュギュギュって密になって見えるなとか、このノっていう字、あれなんか下の方すごい開放的ですっきりしてる、頭こんなちっちゃかったんだみたいな、密と素になってるからここがすごく明るく見えるんだ、だから楷書がスタイリッシュになって見えるんだみたいな感じで捉え方が変わってきて、学ぶ世界が広がっていくっていうんですかね、書道が楽しくなっていくと思います。まあ、今回もっともっと話したいこといっぱいあったんですけど、あまり動画長いとね、皆さんも飽きちゃうと思うので、今日はここまでにしたいと思います。今回の動画ためになったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後にお知らせです。アプリで本格書道が学べる私の書道学校を運営しております。こちらではこのような毎月1回発行する家宝という教書誌が購読できたり、これに伴う毎月に20本以上のお手本動画の視聴、それから月2回の古典の講義ですね、こちらびっちり1時間、深く学べる講義になっております。より深く書道を学んでいきたい方、古典についても少し勉強していきたいなと考えていらっしゃる方は、こちらでもお待ちしておりますので、詳しくは概要欄の方から私の書道学校を覗いてみてください。今回も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。さようなら。私の書道学校。書道で人生を豊かに。